ちゃんさんありがとうございます。みきさんありがとうございます。とんさんありがとうございます。どこがいいかな。なんか暗いよね。ゆいちさんありがとうございます。まっちゃんさんありがとうございます。かわいい服ってやった。そういつもさ T シャツが多いんだけど、今日はなんて言うんだろう、こういう服、こういう服です。今日はそう、今日はすみっこさっちーでお送りしています。山田さんありがとうね。くまるぱさんありがとう。せいくんさんありがとうございます。しるにじびんさんありがとうございます。そう、すみっこ暮らししてます。おうつあっとんさんありがとうございます。なんかこの文字確か大きくできるよね。最近遠くがね。ポロシャツ、それポロシャツかも。こういう感じの服になっております。たかしんさんありがとうございます。ほんとね、それでもサッチーは白っていう色は。さすみっこサッチーです。今日はあ、人参の、そう、メールで送ったんですけど、めっちゃ美味しいね、あれ。あ、どうしよう。あ、来たこれ、どう、みんな、この角度グッド？グッドボタン？いい感じ？やった、いいと思われました。やった、固定しました。いけちゃんさんありがとうございます。おえすさんありがとうございます。いいよって、やった。今日雨降って蒸し暑、確かに今日暑かったね。フレッシュいちごになりたいのさんありがとうございます。連日髪の毛が気になってる。そう、今日のね、人参のねやつにハマってるんですけど、あれは本当に美味しかった。マジで1ヶ月ぐらい人参を食べてなかったんですね。わからん、食べとるかもしれんけど。だからより美味しかった。七千字さんありがとうございます。ずっと食べてない人参、人参食べなさいって言われました今日1ヶ月分ぐらいに人参食べたわ、言ったら。津賀さんありがとうございます。そんなサッチはね、えのきをね、びっくりするぐらい買うんですね、いつも。えのきともやしとね、豚肉をよく食べますっていう、どうでもいい、ごめんね。ケイケイさんありがとうございます。そう、玉ねぎもね食べてないから、そろそろ食べなきゃ。りょうちさん、竹まつるさんありがとうございます。そろそろ人参を食べなきゃいけない。あ、人参じゃない、玉ねぎだ。こんばんは、英子屋ありがとうございます。こんばんは。あち、こんばんぬ、こんばんぬ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。昨日セブンのささみのレモンソース、何それ、おしゃれだな、ずいぶんなんかレモンかけて食べたら美味しいよね。そう、昨日初めて塩抜きってのをやってみたんですよ。りょうちさんありがとうございます。でも絶対無理だって思ってたんですけど、最近ね、なんか喋り方変やな。最近さつまいもにハマってたから、
つまいもと胸肉を焼いて、ブラックペッパーと、ゆきおさんありがとうございますと、レモン汁かけて食べたら全然大丈夫だった。うー、味しねえなーとかなかった、全然なんかっていうご報告です。あ、ちょっとグリグリしてちゃった。そうだから、あ、意外といけるわって思いましたね。だけど肩が凝る結構この位置。こんばんは、こんばんは、こんばんは、サッチーやほー、ぶちあげよう、おめでとう、私こんなに幸せでいいのかな。塩分減らしたか、そうそうそう、なんか味付けをしないみたいな。さつまいも本当になんかいいみたいですね、ダイエットに。まあラッキーなんですよ、めっちゃハマってるんですよ。今日もコンビニに行ってさつまいも見つけて、ほんと朝も食べたのに買おうか迷っちゃって、でもやめました、さすがにね。はじりこさんありがとうございます。サンマ、サンマ、待って、私サンマの存在忘れてる、いつもスーパー行ったら。ちょっと肩が痛いので手持ちに戻しました。サンマ食べてないや。ありがとう、夏だからね、適度な。そう、え、なんか流行ってはないか、なんかっていうのを見たから一回やってみようって思ってやってみました。確かにね。さやかさんありがとうございました。ライブの前日とかやったらもうやばいよね、倒れちゃうから。まーやさんと喋った、そう、和田まーやさんと横浜公園で、そう、おしゃべりなんかお話しさせてもらいました。そう、似てるねっていう話をねしたんですよ。STUの出番が来る前に舞台袖に立つじゃないですか。和田さんもいて、そう、びっくりした、自分やんって。そうそう、なんていうの、そう、やっぱ似てるなって思いましたね。サタデイさんありがとうございます。サッチーヤッホー、こんにちは、こんにちは。似てました、やっぱ。なんか写真も、お写真も撮っていただいたんですけど、写真よりもやっぱ直接の方が似てるっていう結果になりました。くまねパパさんありがとうございます。せいくんさんありがとうございます。待って、ここの部屋、わ、かすかな時計が。そう、さっちやっほー、無限人参食べて、ぜひ。もうね、めっちゃいろんな人に勧めようと思ってるし、勧めてる。美味しいですよ。こんにちは、初見さんありがとうございます。最近のサンマ痩せてて小さい、しかも。そうなの、なんか魚コーナーは行くんだけど、え、そう、行くんだけど、あんまじっくり見ないから忘れてた、サンマのこと。買うとしてもね、私シラスなんですよ。そう、安部さんありがとうございます。え、サンマどれくらいなん。そう、それだけもやしとえのき買ってしまうよね。てか、なんか調理法が楽だからその2つ買っちゃう。アップルワインさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。
今日も昼もやし食べました。もやしと豚肉とえのきレンジでチンっていう、これはもう最強です。で最近100均で健さんありがとうございます、オーツアットンさんありがとうございます。最近100均でレンジに使える、あれもしかして時差あり、時差あり配信もしかして、ちょっと今日移動が激しくてごめんなさい。テレビもったいね。あら、もしかして話題の時差あり配信、今和田さんね、お疲れライスさんありがとうございます。ソーソーさんありがとうございます。ミシェルボーイさんありがとうございます。もしや時差あり配信だ。はじめまして、ありがとうございます。サッチーです。3期研究生 ST48、 3期研究生の曽川咲です。ありがとうございます。セブンの CM ずっと夢を見て、このデイドリームビリバーはギター習いたてのう数ヶ月目でやった思い出のある曲です。さて、ラビューラビュー、ギターを習って初めてした曲なんだか、なんだと思いますか。正解はちびまる子ちゃんです。踊るポンポコリンをね、ギターを習い始めて最初にやった曲、なんでもかんでもみんな、あ、リアルは前回で当選しましたって待っちょるよ、楽しみ。こんばんは、試験さんありがとうございます。そう、あれ、やっぱこれ時差あり配信だよね。ネットが悪いのかな。時差あり配信な気がする。自分が喋ってることが若干ね、ある気がする、時差が。夜がやばい。そうやね、今ブラジル4年麻薬にいるから仕方ないよな。ウクレンカさんありがとうございます。こちら今日はね、そう、あら、ちょっと時差ありくんか、ショックショック。まあまあ、ネットかな、何が原因なんだろう。こんばんは、サッチー、ショックだね、コメントが。こんにちは、主権さんありがとうございます。スランブくんさんありがとうございます。なんでやろう。こんばんは、こんばんは、
お腹すいたな。そう、サッチはねリアルタイムでね読んでるよ。スライトさんありがとうございます。あれまだあれか、今一回閉じてみたんですけど、いかがでしょうか。どう？待って待って、何の話？なんか今黙ってたね。待って待って、ヨッシーゾンビさんありがとうございます。あ、踊るポンポコリンか、なるほどね。あ、その話か。時差がすごい。踊るポンポコリンを、でもそう、小4の冬ぐらいに始めて、友達にもギター始めたんよって言うじゃないですか、仲良かった子に。え、ギター始めたんすごい、今度聴かせてって言われたから、まあ、踊るポンポコリンがある程度弾けるようになったから披露したんですね。でも初期って、あ、そう、その友達はじゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃんみたいな、もうじゃんじゃん弾くと思ってたらしいんですけど、やっぱ最初だから本当に、なんていうの、その友達と自分の練習したのが違いすぎて、そう、自分が披露したのはじゃん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 、一回やめてみたんだけど。おかえり、あ、お、これはリアルタイムかな、もしかして。おかえりんご、おかえり、おかえり、ありがとう。どうですか、戻ったかな。ただいま、あ、リアルタイムっぽい。おかえり、ただいま。どうですか、いい感じかな、戻ったっぽい今のところ。あ、いい感じだったって。あ、神々しい。スマホがね、熱々だったからケースを外したんです。こうし、そう、なんかちょっと Wi-Fi が悪いんです。あ、でもスマホがそう、熱々冷却しそうだ、いい気がするな。あ、悪い気がする。まばたき厳禁。コメントは来ますよ、割と。あ、動いてるって。ふう、よかったよかった。あ、おかえりって。よかった。そう、電波がちょっと悪いですね、今日。あ、いい感じっぽい。サトシさん、ありがとうございます。たたいたたいに。あ、おかえり。なんでだろうね。あ、おかえり。せいくんさん、ありがとうございます。あ、おかえりだって。ふう。サンタビだよ。突然の画角変更、失礼しました。あ、でも。どうですか、何度目かしら、何度目の青空か。ただいま。そう、何をしてきたかっていうと、 Wi-Fi をね切ってみました。恐ろしい、私の Wi-Fi 料金がどうなるかっていうのは嘘です、冗談冗談冗談です。そう、どうですか、
いい感じかな。あ、おかえ、いい感じだって。おかえりっち、やっほー。あ、本当にいい感じ。あ、よかった。じゃあ電波が悪いなかったんだね。じゃあみんな10円ずつギガ料いただきます。嘘嘘、冗談ですよ。いい感じなんだ。ふう、ならよかった。クジラちゃんさん、ケンさん、ピアニッシモさん、 230km さん、ありがとうございます。 KVPH さん、ありがとう。サトルゴリエさん、ありがとう。ユキさん、ありがとう。竹松さん、トトリ太郎さん、ありがとうございます。あ、みんな了解って。あ、じゃあ100円はどうですか。ありがとうございます。なんか気まずい。ありがとうございます。嬉しいだけ。あ、電波ありがとう。あ、なんかありがとうございます。ありがとうございます。これでね、伸びますから。振り込み先はテロップに。そう、みんなありがとう。優しい。これで配信ができます。だんだん値上がり。それな、最後じゃあ100万でって。キャー、サチお話し会。あ、間違えた。大阪応募しましたって。お、やった、待ってるね。ソガワ先生こんばん。初めて呼ばれた。こんばん、ソガワ先生。初めて呼ばれた。なんだい。ありがとうございます。ぼったくり言わないで。そう、100万円です。こんにちは、ありがとうございます。そう、スムーズって素晴らしいね。そう、さっきさ、そう、自分が話してることとさ、コメントがさ違ったからさ、びっくりしたんだよね。一度話してみたいだって。なんと嬉しいお言葉で。なんとね、今なんとちょうどお話し会のお申し込みがやってるので、ぜひお話ししに来てくださったら嬉しいです。今回はね、今回もか、前も大阪で一回やったんですけど、そう、あのナイスタイミング、やばい。確かに、あの大阪と福岡と広島と千葉ですよね、幕張メッセって。でね、4会場でございます。直接だと、もちろんね、オンラインもございますので、ぜひ見に来てじゃない、会いに来てくださったら、そしてお話ししに来てくださったら嬉しいです。そう、あ、よかった、千葉で。そう、福岡県をね、サンタさんのね格好をするんです。そしてね、ツーショット撮影会もございますので、ぜひぜひお話ししましょう。何を話すかね。何話する。何でもいいよ。サッチもしかして眠い。眠くない、眠くない。さっきねちょっと寝ちゃったので。そう、大丈夫です。
今日は絶対寝れないなって思っても目つぶって寝ちゃうんですよ。え、待って、マイクってどこにあるの？ありがとう、教えてくれて。でもマイクってどこにあるの？え、待って待って、下の方ストップって言ってくれる？こう、あれどこだろう？ちょっと無意識に、あ、ちょっストップ時差がここ？ここかな。あ、ここマイクなんだ。あ、ここマイクなんだ。え、初めて知った。ありがとう、教えてくれて。あ、耳が。ごめんなさい。こんにちは。じゃあお詫びに最近買ったティッシュ教えて、あの教えます。かわいい。あ、こするとイヤホンでやばいって、そういうこと？しかもあれだ、今あのケース外したからそのまま押されちゃうんだ。可愛いでしょ。ぶつ盛りってちょっと略し方が癖あり。ギルスさん、ありがとうございます。どう盛り、ぶつ盛りです。一目惚れ、衝動買い。可愛い可愛い。そう、もったいなくて使えないんですけど、こうね。え、じゃあさ、え、じゃあさ、こうやって挟んでない？え、これ大丈夫なの？大丈夫。こっちです。え、大丈夫だよね。え、さっきまで自分そうやってたんだけど。え、ごめん。ごめんごめん。あら、やばいね。あ、ちょっと難しい。ケースします。ケースをしたら、配信しながらケースつけるの初めてだ。おー、よかった。え、はい、ケースつけてさ、え、これは大丈夫じゃない？どうですか？ケースつけてさ、触ったら別に大丈夫な気がするけど、どうですかね？コメントしましたって、ありがてぃ。お、大丈夫だって。じゃあ安定の場所見つけた。そう、ケースしたらね、熱々になっちゃった。おじい、ひまわりさん、ありがとうございます。君の今までの努力を星に変えたなら。あ、見て見て、名前書くとこがあったから名前書いといた。さちこ、かすみ見てる？あ、出て出て。お、先日広島の本通りで名刺をもらった。お、そうなんですか。運命の再会ですね。ありがとうございます。曽川さきと申します。さっちーって言います。いや、かすみんが名付けてくれたから、そう、見てるって言った。気に入ってるよって。本当は薄いよね。そう、もしね、これ落ちてたら
まあ、お話し会か何か届けてください。嘘嘘、届けなくても OK です。幸子、え、推し、え、やばい、でも王道、王道言われちゃうけど、ブーケが好き。ちょうどいるのよ、ちょうどいるのよ、ここに。ブーケちゃんって言うんですね。あと 10% のお知らせです、すいません。え、でも好きなキャラは王道だけど、私ガチ勢なんです、忘れないでください。そう、マジでガチ勢だった。この子です、ブーケちゃんが好きです。ちなみにこの子の島内さん、ありがとうございます。この子のなんていうんだ、語尾なんとかチェキって言うんですね、かわいい。そこブーケチェキ、あ、この子はでもセンター素質がありますね、すごくラブリーでアイドルみたいでかわいいです、この子。え、結構私の推しメンちゃんがいっぱいいますね。名前忘れちゃった。この鹿の子、おいでよ動物の森だったかな、の時にめっちゃ大切にしてた住民、毎日話しかけてた。あ、これわかる、キャラメルちゃんだった気がする、かわいい。でもやっぱしずえさんだよね、いろんなゲームで引っ張りだこなしずえさん。これたぬきちいないわ、つぶきちとまめきちなら後ろ。え、そう、うさぎ好きなんですよね、ミッピーも含め。首が痛い。かわいい、まだ使ってないけど。しげさん、ありがとうございます。ええ声や。あ、柄ついてるわ、一緒に、かわいい。冬物さん、ありがとうございます。元、すいませんね、忙しくて肩が凝ったり手が凝ったりって、ね、言う繰り返し。あ、今のうちに充電しよう。あの時はこの姿勢じゃない時は充電できないんですよね。今日はモバジュっていう最強のグッズを持っているので、こんばんは、こんばんは。さっち、前髪復活、前髪今日超いい感じ、広島ぐらいからいい感じかな、だよね。忘れちゃった、うな重食べたい。今一番食べたいのは、今一番食べたいものは、なんだろう、月見バーガー食べたい。焼肉、あー、さつまいも食べたいな、カレーもいいね、グラ丼食べた、食べたい。こんにちは、しけいさん、ありがとうございます。これうなぎって読むのかな、サッチーの配信久しぶりに見たけど、やっぱり嬉しい、ありがとう。サムギョプサル食べたいな、なんかマジで大量に食べてみたい。こ
んばんは。そう、月見バーガーが、なんか時計が薄くてね、ウサギのアバターに着替えてみたって、ちょっとリアルなウサギ、え、かわいい、でもリアルウサギだけど、ありがとう、優しい。8時32分アップね、アップねっていうか8時39分だと思ってたから、あれ目はいいはずなのに嘘、最近ね視力検査してないからどうなんだろう。ギガが心配、どうしよう、あと何日ある？20日ぐらいはあるよね。待って、何時からしてるっけ。7時50分か。じゃあ9時になったら終わろうかな。21時。あ、49分なんだ。ありがとう、教えてくれて。こんばんは、こんばんは。幕張お話し会、サッチー撮りますね。え、ありがとう、嬉しい。幕張メッセだよね、楽しみだな。一番初めて、最初のお話し会が幕張だよね、確か10月21のだった気がしますが、あ、幕張行くでやって、やったー、パンダうちやんパンダってね最近よく言われますね。あと1ヶ月ちょっと、ほんとやすぐだね。あるメンバーにバレないようにこそかすこかいいよ、仲良しだから。サッチーやほー、サッチーやほー、にゃおは懐かしい、言われる。幕張はどんな服を着ていこうか、どんな服着ていこうかな、自分も通称楽しみですね。サッチー幕張がどこにあるか、これはね知ってるんです。千葉県だよね、間違えてたら恥ずかしいけど、でもさっき確か教えてもらった千葉って。サッチーこんばんは、サッチーやっほー、頭がかゆいですね。そっか、ハロウィンが近いのか。のんたんさん、ありがとうございます。お、髪良い感じだって、やった。確かに昨日よりはね気に入ってますねね、ほんと白ばっか着てるレッスン私服もだし、レッスン着も白なんですよ、だいぶほとんどが。それプラスカラーズでもらったやつとか、ツアーでもらったやつとかだからね。そうなんですよ。フレッシュメロンさん、ありがとうございます。
いいんでないってやった。配信ではさ白ばっかだよね。白か黒か紺か青って感じじゃない。こんにちは、こんにちは。顔も壁も服も真っ白。トンさんありがとうございます。確かにペンライトカラー白は、白はって言ってた、白だから OK ということで。サチーヤッホーありがとう。でも服は黒か白着てるイメージ。自分でも待って、あと 10% だったよね。あ、充電したのやったやばい。黄色の可愛かった。やった。こんばんは、かわちいな。え、ありがとう。え、こいや、ありがとう。カラーズの青もね、たくさんね似合ってるって褒めていただけて嬉しいですね。そう、だいたいこの時間はねもう充電がないんですよ使っちゃったから一日。そう、白以外だったら何着るだろう。青かな。青黒白が多いです。もろみさんありがとうございます。こんにちは、初見さんありがとうございます。緑ではね確かに着てことないかも。てか持ってないかもしれん。けいちゃんさんありがとうございます。たんたんたぬきさんありがとうございます。横浜で見たけど可愛かった。え、嬉しい、ありがとう。けいちゃんさんありがとうございます。けいちゃんさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。確かに緑のイメージないね。うん、緑着たことないかな配信では。サッチーヤッホー、ありがとう。紫、紫とかもっとないかも。こんにちは、こんにちは。試験さんありがとうございます。こんにちは。3期 STU48 3期研究生の曽川咲ですありがとうございます。せいくんさんありがとうございます。今日も可愛い、ありがとう。キュンキュン。え、声や、ありがとうございます。自己紹介、そう、初見さんがたくさん来てくださったので。広島コーパセリさんありがとうございます。めちゃ可愛い。え、声や、こんばんは、ありがとうございます。今度のお話し会当選しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、お話し会楽しみ。うん、県別のねあれいいよね。
いろんな色があってそう好きですよ。セクシーダニエルさんありがとうございます。キノコ、こんばんは。こんばんは今日のサッチはおっとり配信ですですね。声が小さいかも、いつもより。こんばんさき、サッチやっほー。ええ、白や、いい白ですか。サッチはやっぱり黄色と白だね。お、それは嬉しい、ペンライトだから。おっとりもいいね。だって普段どんなのだっけ忘れちゃった。のんさんありがとうございます。声でかいのかすみですかね。まあかすみは声でかいなこんにちは、チケンさんありがとうございます。そう、KEVPH さんありがとうございます。ペンライトカラーだ。炭酸せんべいさんありがとうございますかすみちゃん、かすみちゃん好きですよ。もうショックでたまらない。こんばんは、どうですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。そうだよねみんなただいま、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと遡らせて、ちょっとだけ遡らせてね。ちょっと待ってね、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 ごめんね、ちょっと待ってね、ちょっとだけ待って、ちょっと待ってね。あ、そうそうそう、ちょっと待ってね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 。あ、オッケー。あー、ショックだ、ごめんなさい。急に切れた原因なんだと思いますか。え、でもどうなんだろう。え、でもそうだよね、 Wi-Fi もあるんだけど急に画面が暗くなっちゃって、なんでって思ったら、モバチューの電源つけてなくて充電がなくなってた気がする。でも見てないから、充電のところ。でもそうだよね、切れたってことは充電だよね。そう、ごめんなさい、口切れちゃった。そして今の時刻は52分。そう、ごめんなさい、本当にね、急にびっくりしちゃった。もうずっとカチカチしとこうっていうぐらい。おかえりっち、ありがとう。大丈夫だよって、そう、刺してただけ、刺して安心してた。そう、充電頑張って。もうびっくりしちゃった。こんばんは、こんばんは。トンさんありがとうございます。そうだよね、そういうこともあるよね。愛の告白者に見ててもらうそうだよ、これも醍醐味。え、嬉しい、よかった。来たら暗闇でびっくりした、ごめんなさい、ありがとう。そう、今回っていうか今日はそう壁で やってるので、近くにコンセントがないのでオバジューです。カチカチしとこう怖くて切れるのが。ブライアンさんありがとうございます。そう、モバジューじゃ追いつかない。あ、そういうこと。こんばんは、初見さんありがとうございます。
こんばんは。ケンさん、モピラさん、ありがとうございます。元気でよかった。元気もりもりです。はじめまして、新参者です。ありがとうございます。 ST48 さん、緊急世相川崎です。ありがとうございます。やすのりさん、ありがとうございます。こんばんは、久々のショールーム、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、やっぱ大食い選手権なんだ。りょうちさん、ありがとうございます。坂田市民さん、ありがとうございます。サチ、こんばんは。こんばんは、ケンモカオチ、ありがとう。トウさん、ありがとうございます。うん、上はね、大丈夫だよ。でもこの距離感がね、最近遠いのにね、ハマってるんですよ。だから遠くしてみた。そう、主権さん、ありがとうございます。声が好き、ありがとうございます。ええ声や、ありがとう。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。りょうちさん、ありがとうございます。うちのスマホホルダーゲットして、え、ありがとう、嬉しい。スマホホルダーかで、スマホホルダーだよね、スマホのホルダーか。ありがとうございます。まこさん、アイスありがとうございます。けいさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。時計を見る見る、56か。8になったら壇上を踏まさせていただこうと思います。Kさん、ありがとうございます。はーい、ありがとう。キュン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 ダンスで、キュン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 どうして、こんにちは、こんにちは。ええ声や、ありがとうございます。暑さでサッチの食欲落ちるのってどうなんだろう。でもなんか今めっちゃ食欲ないわって日はあんまないかも。こんばんは、試験さん、ありがとうございます。明日サチの筋肉痛になってたらどうしよう。絶対大丈夫。こんにちは、こんにちは、こんばんは。試験さん、ありがとうございます。なんか恥ずかしいな、腕。ありがとう、色白い、そうかな、ありがとう。サチ、こんばんは、こんばんは。元気な証拠だね、筋肉痛。確かに拳スピリッツを初めてした次の日は結構体痛かったかも。みんなで言ってた、なんでこんな体痛いって思ったら、昨日拳やったわって。そうやん、絶対それやんってなりましたね。拳恐るべし。でも楽しかった、めっちゃダンスって感じで。炙りサーモンさん、ありがとうございます。そう、拳好きでしたね、楽しかった。よく頑張りました、ありがとうございます。本当にね、みんなでよく頑張りました。そう、拳痛が次の日ありましたね。でもまさかダンス、ずっとダンスやってたから
さかダンスでね筋肉痛になるのって思わなくて、そうだからびっくりしましたね。58本押してくれてありがとう。 INZ さんありがとうございます。それでは13位トンさん、12位ケンさん、11位カタムツリさん、10位 KEVPH さん、9位リョウチさん、8位シャイニングフィンガーさん、7位炭酸せんべいさん、6位ヨッシーゾンビさん、5位ケイちゃんさん、4位広島コーパセリさん、3位ヤスベイさん、ありがっち、2位ユキヨさん、ありがとう、そして1位はくまねパパさん、ありがとう、ポーズ迷うありがとうございました。パチ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 。そうありがとうございました。サチ配信してくれてありがとうね。こちらこそありがとう、ありがとう、ありがとうございます。おやすみ、配信ありがとう、配信ありがとう、配信ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。今日は初見さんもたくさん来てくださって、そしていつも見に来てくださった方も皆さんありがとうございました。今日も木曜日ということで一日頑張りましょう。そしてね、今日は回線が大変なこったっていうね一日の配信だったんですけど、ね、見に来てくださってありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。バイバイ、またね。おやすみ、今日も一